やめとチャンネルジジケです。メロでーす。はい、エカンナインの続きをやっていきたいと思います。はい、はい、練習試合ですね。まあ大会の合間にやって、まあ、合宿したというところですね。はい、じゃあ2でパンやかな、ね、パンとしよう。最後見よかったか。来た、久々久々だな。大会が長すぎて超久々。シーダも横もさんならいいよね。どうすっかってなってんだけど。そうね、あとどうするかなんだよね。コントロール S とかにしちゃう？コントロール S とかにしちゃうか。ちょっとだもんね。で、9。で、小竹くんは。もう3になったから。ねえ、こいつも化け物みたいになってんな。まあ、小竹もコントロールか？これ上げとくか。もうコントロール、小竹出さなそうなんだよな。もうね。まあ、東を出して、やばかったら小竹みたいな感じになるから、一応。岸田バフだよね。いくらでもどうにでもなるから。7になれよ、お前。何やってんだ。磨いてるね。磨いてる。ナックル磨いてる、ね。まあ、3までは磨いていいんじゃないかな。OK。原田は次期リリーフか。そうだね。そうね。変化球は。おお、福田 BB。B、B、ね、いいね。変化球か。変化球か。磨く。球速を、この夏は球速でいくか。160までいく？ 160 までいくか。なんか岸田超えそうじゃない？福田。こいつやばいね。330。福田くん、いつの間に、すごい触ってる。で、東洋は球速のままでいいかな。山田はまあ横磨き続けると。一生磨いてて、上田は、まあ時期、リリーフになってくれたらいいなぐらいだけど、まあ磨いといていいかな。まあもうちょっといいね。3-3ぐらいまでして。酒井はミートが A になったから、弾道か？弾道上げちゃうか？伊崎君はミート A になったから、ショートでしょ、こいつ。ショートこいつ。総力だね。総力だね。向井君、弾道3になった。からまあキャッチャーだから、そうね、でも代打で今は使うことが多いからミートを先に上げとくか、うん、今井君は外野で使うかなで、まあ多分出ないからミートで、まあ、今はね岡村は外野だから、まあ、肩とかもいいかな。勝手にパワー90になりそうだなこいつ。ね、渡辺くんが一塁一年生か。まあ補給。補給。G から。G を抜けたか。したのか。まあいいか。まあ、まだまだ補給だな。まずは守備力。A まで行きましょう。せめて A まで行ってほしい。いいね。長ミート。まあ二塁手。ベンチですらいねえんじゃなかったこいつ。そうね。まあミートでいいかな。カウチ。パーでいいかな。山本。山本は A になって。こいつそれホームラン打ってるもんね。どうすか、この夏、まあ、夏もう多分左3つは十分だと思うんだよね。そうね。守備ぐらい CC。そうだね。守備、総力も今更だから守備だな。田代君が。ミートにしとくか。あ、もうちょいだな。そうだね、見てあげとくか。努力 D になったしな。うん。川添くんもミート。まあ、もうちょっとでもらって。で、川野がショート覚えたのね。正ショートになったので。もらいとかな。からそうだね。変えそうだから。近川総力。指上げる ?BB ぐらいに。側はそう、まあそうだね。いや、めっちゃ熱くなったな。藤田もそう。藤田が外野だっけ？藤田が外野だね。肩か。肩かな。そうね。黒田、この辺はまだ1年生だから。うん。守備。まあ、守備 D になったのか。まあ、そうそう、そうそうにしよっか。そうそうだね。うん。うん、OK。 渡辺久々だな、お前。甲子園行くよ。応援に来てね。悪かったよ。
で、ミートで。オッケー。行くぞ。さあ。もうすでに B だもん。あ、鈴高校いる。行くぞ。クッキー。どこでもいい。ここだ。下の方だな。8番。どうだっけ。みんな B じゃねえか。全部 B か。オール B か。はーん。安だっけ。7個もやったことあんな。なるほどね、うん。なるほどね。まあ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 。まあまあまあ。ああ、同じ B ならね。出ますよ。でしょう。いやー、もうすぐそこじゃない。プロサタ消して、プロ消えなかったな。プロ来てほしかったな。どう出発だ。いやー、こっから気抜けねえかんな。ああ、怖い。一回戦負けだもんね、最高。ね、二回、あ、そうだね、夏の一回戦負けだったね。お、いる。いますね。立ち止めんのか。貨物がいますね。あ、S になったかは。ウンパーはもともと S だよ。あ、S だっけ？あれ、確か。100になるかどうかだね。あ、そっかそっか。高松で。はい。お。5割切っちゃったかな。見てやってねえから。あ、見なかったからな。悪いな、高松。ちゃんとパンと出してやっかな。こう。一気に決めていこう。まあ、前評判 B ってだけでここで見たら変わる可能性もあるからな、ね、A とかなってる可能性もあるからな。強豪安、東の横綱あんま B か、いいかアベレ平均的だね。ね、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ですか。じゃあ行くぞ高松、甲子園でも見せてけ。お前の足を。前の足を。お？サンカー。転がすか。まあ、転がすしかないな。まあ右ピッチャーだからな、しょうがない。まあ、ツーストライク取られたらちょっと。まあ、そうね。よし。やろう。3でもやろう。3でもやろう。3でもやっていくスタイル。うん。ゴン！ 3でも。それはちょっと弱い。もうちょっと転がさないとダメだな。もうちょっと奥にね、球威が殺すぎたな。いや、ホームラン打たれたな。そのスターター。お、1点返したナイス。あえて、甘つ。4。4ならいけるでしょ。4ならね。弱いんだって、高松。あ、でも、それだ。危ねえ。キャッチャーのエラー。イエロー。わあ、取ってほしかったな。かな。いいか。だんだん調子上がってきてんな。そうなら余裕。はい。おい、うまい。それ。ちょっと強すぎ。あ、強いな、今回は。今回は強いな。いや、ちょっと狂わされてるな、高松のバント力が。そしてピンチ。あと2、3塁やばいな。まあまあ2対1だからな、まだまだ。まあね、接戦ではある。ここでまあちょっと危険だけど。はい、オッケー、いいとこ。152キロのスピリットいいね。いいだろう。ほい、いやー、まいってるが。うわー、まあ、違う。まあ、ここ2点は取られてもしょうがない。さあ、もう取り返す。はい、OK。いやー、抜けんのか、今の。マジかよ。マジいな、それは。ノーアウトはきついな。ノーアウトきついね。まあまあちょっときっちり抑えてもらって、うん、こいつとりあえず三振とかに。いやー、来てタッチアップされちゃうね。4点差か、やばいな、これちょっと危ないあれになってきたな。
で迎える7回です。まあまだ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 。バッターは3年生、群馬の安田製造機、山本。安田製造機、じゃあ殺そう。カーブ見送ってストライク。第2球、投げた。と、アウトコース空振り。どうぞ。追い込まれました。見てるところでホームラン打ってくれ。第3球を。これな。カット打ち覚えちゃったからな。確かに。切れていきます。投球これから5球目。はい、ナイス。いけろ。おお、これはうまい。山本、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。しか。しか。アメコ。第9。ストライク。投球これから2球目。流し打ち。いけろ。あ、まあ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 。オッケーオッケー。ダブルプレーじゃなければまだいい。来た。使うか。ん？使っとくか。そうか。そうね。第2球。投げた。低めの球空振り。少し意識しすぎたか。過ぎたね。頼むぞ。力が入りすぎた。だがそれでいい。捉えろ。捉えてないね。振らされているんだ。おお。これだ。捕まされた。持って持ってだね。間に合い。危ねえ。ラッキーか、お前。使う？これでも取りたいっちゃ取りたいけど。まあ、使っとくか。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。第9、投げました。これじゃねえや、流したな。投球これから2球目。2球目ストライク。やめよう。とりあえず1点リオ。第3球を投げました。外れた。ボール。よし、よっ甲子園の壁高くないよ。本当だよ。いけるよ。勝てるんだよ。ナイスマッチ。抜けろ。おーし、おーナイス。岸田か。オッケーオッケーオッケー。バッターはピッチャー岸田。いける。まあ打ってもらおう。ここは信じる。うまい。よしよし。ああ、うまい。いいとこに嫌がる。うわあ、取られんなて。岩見沢、ダメ押しとなる失点は避けたい。ノーアウトランナー二塁という場面で、バッターは3年生、上原。今日2打点を挙げて。打たれるな。打たれるね、記者が。スロースターターのせい、やっぱでけんだろうな。第2球。もう解除されてんだろうけど。前半に打たれてるの一定。打ちました。はい、ナイス、高松。アウト、上原、いい当たりでしたが、セカンドゴロに終わっています。岩見沢、なおもピンチが続きます。頑張れ。インコース高め、ボール。マジで頑張れ。勝てよ。2回攻撃があるからな。そうね。殿下、上位打線。3球目空振り。多分、いいそうだね、上位。見せてくれるから。高松からだから。高松が、ちょっとな。そうねバント。バカみてえにバント成功させたあの頃が懐かしい。バント成功、戦法が。普通にやっぱね、強いんだろうな、ね。守備力とか高いから。ほんで突っ込んでくる。ああ、まあいい、しょうがない。5点差か。まあ転がすだな。まあ転がすしかないな。まあ、転がすを信じて。まあ、2ストライクでも、まあ、この場合もしょうがないな。転がさせるしかないな。投げました。ボール。よく見てる。第3球。おお、よく見てる。次入れてくるから。第4球は。おい、ナイスセン。ストレートのフォアボール。気なんだよ。ってこねんだよな、こういう。マジ持ってこねんな。うわいいとこに嫌がる。危ねえな、お前しかも。右
中村、のろしを上げろ。熱血使うか。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。投げました。いけ。とりあえずホームランで。コントロールよくねえから。そうね。第3球を投げた。いけ。うわあ。マジかよ。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。で。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。頼む。一球目空振りから第二球。まあ、追い込まれんの早い。投げた。もう。次は四球目。投げた。打った。当たり。いやー、詰まってんだな。まずい。勢いよと乗り込んできたのに。甲子園だけな壁が。夏の甲子園の壁がやべえな。第2球投げた。渾身のストレート空振り。これで追い込みました。第3球は外れたボール。だ。お前の投球まだ見てたよ俺。打ちました。抜けた。くあ。苦しい苦しい。5点差か。5点差きついよな。ここでさあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。しかも下位打線なんだよな。そうね。まあでも山本石川は全然だから。第3球を投げました。打ちました。うわー、マジで打たせんな。日系とりあえず入れる。はい、そうだな。ここで伝令を送りました。いやこれマジ、これもう1点も取られす。うわきつい。もう5点もきついんだけど。さあ、ここはゲッツー体制を取ります。数も多くなってはきてるからな。これおっしゃおっしゃ。これでツーアウト。ランナーはフルベース変わりません。2番足だ。第9ストライク。いいよ。だるいぞあいつ。投球これから2球目。2球目。いいとこ。これで追い込みました。一球外す。第3球。ボール。からの。さあ4球目。見送ってボール。第5球投げます。はい。ああ間に合ってんだ。まあいい、オッケーオッケー。危ねえ危ねえ。ここは及びません。スリーラストか。感謝残塁。8回までが終了しまして、諦めてるやついねえだろうな。くぞお前ら。燃やしてけ燃やしてけ。もう全部使っていくぞ。クソボール投げてきやがるぜ。クソボール投げるやつ出してきたな、ここで。ここでこれか。ナイス。ああ、ちょい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 。くそ。抜けねえ。守備が硬い。硬い。マジで硬い。硬いな。うちらも硬いんだけどな。ねえ。5メートルか。ボール。ああ、クソボール出されてんじゃねえ、お前。間に合え。右バッターボックスには藤田。こういう時に悪魔持ってこねえしよう。悪魔持ちいねえんだっけ。悪魔持ちいないね。玉添か青内。くそ、いないんですよ。畑はいくつか。あれだ、強い。代打代打。だいぶもこいつまだ当たってんじゃね藤田。いやでもラスト一人だから。あ、犬か犬かい。出すリーフだ。ピンチヒッターは犬かい。スタンドからは必死の声援が続いています。どうぞ犬かい。ファイチュー。持ち前のファイトが前面に出てきました。あれ
ミート対応してる。投げました。初球に送ってストライク。転がせでいいか。次の投球。投げました。縦のカーブは空振り。うん、なんとか一球欲しいところです。頼むぞ。犬かい。投げた。打ちました。うわあ、打たされた。はい、痛い。くそ。夏。夏マジかー。甲子園。千田さよならだ。高松も終わりか。甲子園だよ。夏、くそ。もう一回やったら勝ってたよ。ねえ。やっぱスロースターターきついかったなぁ。あれ消せたかったなぁ。あれ消えてたら勝ってたと思う。どんぐらい中華にもよるけどね。まあね。実際。何ありがとうございましたよ。あ、した。嫌、がってる、最後に。すげえ上がってんな。まあ、選抜で頑張ってきてくれよ。そうね。高松も。東尾も上がった。石川も。中村も。山本も。選抜で頑張ってこい。じゃあ、行きそうなやついっぱいいるんだよ。ああ、まあ、でもちょうど4人ぐらいじゃない ?3 年だけだったら。酒井がちょっと微妙、入ってきたら微妙かなっていうぐらいで。そうだね。はい、9チーム目か。8が優勝チーム。いや、今回夏の引退まで多分セーブしないから。ああ、そうなんだ。そう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 、星の土もらったわ。どうも。キャプテンどうすっか。藤崎、藤田、走る手にかな今。敵かな。打ち敵だな。打ち気だしな。打ち気だし。打ち気ってもらおう。ありがとうな。ありがとうな。見てくれ。打ち堀。打ち堀。やったか。お。はるたか。はるたか。はるたか。この下男しかいないもんね。一年生、かわいい子、めっちゃかわいい子入ってきてくんないと。ねえ。ちょっと、モチベかなぁ。はい、というわけで、夏、あ、勝てなかったなぁ。すいませんでした。ちょっと、オーダーを見て、終わりますか。一番安永くん。三塁か。なるほどね。川添くん。川添くん。キャッチャーをさ、犬飼いだろ。もう犬飼い使ってこう。うん、藤崎はショート。ミートあんのか。そうだね。藤崎ショートにして、川添くんどうすか。二塁か。二塁は誰？川内くん。あ、こいつ。よしよしよし。これで、どうして、川添くんはまだ打てる。ミート B あるから。はいはい。安田くん、二三塁。藤田。うん。田代、藤崎。犬飼いをもっと打撃。もっと上でいいね。うん。一番でもなんならいいんじゃん。一番にしよう。バント丸ついてなかったっけ、だって。バント職人。バント職人ついてるかんな。ついてるかんな。時代の。高松枠。黒田。さっき強っ。何側が弱えんな。何が弱えな。でも207あんだぜ。まあそうね。そうね。総力あんのはダイヤで一番総力あんの誰？さっきか。まあ、センターの。指相が弱えな、こいつはまだ。まあ、しゃあなし。なかったからな。うん。いい。こうかな。こうかな。うん。東を投げさせるもん。投げさせていいんじゃない ?296 あるよ、こいつ。うん。これ読んじゃったわ。いや、でも、あ、こいつも転生か。そう。こうだよ。一応ね、まあ、順当にやってくんでもいいんだけど。いいけどね。まあ、半々ぐらいでいくか。そうね。まあ、ぎっちり投げさせるんじゃなくて。うん。
って。なもんかな。な感じかな。はい。ちょいな。はい、というわけで、通話たんで、次回、秋。頑張りましょう。頑張りましょう。またチャンネル登録よろしくお願いします。始めてますので、ぜひ遊びに来てください。はい。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。